ポルノザ・ベストリプライスシリーズの100タイトルリリース達成を記念して公開収録イベント、第1回日活ロマンポルノ検定を、開催する運びとなりました。この間仏像検定っていうのがあって、私なんかそこのとこからイラストかなんかを依頼されて、その時ピーンと思ったのは、なんで日活ロマンポルノにも検定がないのかっていうのは思いました。すごいとこ行っちゃった。検定でいい成績を取ったら、ジンちゃんどこまで行くことがないっていうところがまたいいんじゃないですか。そこがグレートな感じがして。スマップは日活ロマンポルノを見てたのは、当然ビデオもないので、頭に焼き付けて帰るっていう、まあ忍者のようなその修行ですよね。途中で近所のおばさんとかに会った時に挨拶した時にこぼれてしまう場合があって、台無しになったり、両親と飯を食ってる時にすごいこぼれるんですよね。でもそれをいかに自分の部屋に割とリアルな完全版で持ち帰るっていう、やっぱり修行してきたもんで、できる限り飛ばしにしないっていうことですよね。我慢をすると、もう仏教的に言うとアジカンってやつですよね。字を見ながらこう自分を想像するみたいな。でもう随分昔の作品なので、ほぼ立たないっていうのが多いです。それをどう脳で立たないんだ、立つ方に持っていくかっていうのを、そのまあ当然修行なので、修行し、アマシリーズですよね。これはもう当然俺が最も苦手としてて、後に工藤官九郎で復活するなんて思ってもなかった、このアマシリーズ、アマちゃんとは一線を画すとこがどこかっていうのは、やっぱり当然問題にもなりでしょうし、友達になれるかな、まあ確実になれるけど、僕の性癖で出題されると思っていただいて結構なので、一番思い出に残る作品と、あと、まあ、女優さん、一番初めやっぱり衝撃的だったのは生贄っていう、ロマンの話をしてるんだ。だから漢字テストで生贄っていうのだけはスッと書けてた。結構ここに出てる漢字って、やばいよ漢字テストには出ないんだけど、後に役に立つ漢字あるんですよね。あ、これやるって思うんだとか、何やってんだ、トタン板みたいなところに貼り付けられた谷さんの、そこにトロロを塗るシーンがあって、それと日常の学校行ったりおかんで喋ってるのがものすごくかけ離れて、感動ドラマあったっていうの、それがそのギャップがやっぱりエロは焼き付くんですよね。バス釣りでも遠くに投げるっつうじゃないですか、遠くに投げて手繰り寄せるみたいな方が印象に全部残ってますね、これ映画。一人で、はい、引きです引きです。友達連れてこないか、はい、友達いないとなんかどこまで行っちゃうか。それはその前でグラインド機上場やってみてくださいとか、そういうやつですか。お酒は入れてないですか。お酒でも飲んじゃってんじゃないの。いや、それまた違う検定ですもんね、そっちはね。あくまで日活ロマンポルノ内の話だから、これまでの知識を、はい、無視監督するなら、主演女優はアスリートでも、科学者でもですね、小深田さん的なことですよね。もちろんやってたよね。まあ、その AV じゃない人がいいですよね。だからそのということは、当然テレビとか映画とか出られてる方が何かの、ちょっとはじめ事件を起こされないと、ちょっとよだれくんになっちゃったらやばいよ。事件待ちですよね、もちろん当然。まさか。やってないだろうな、そんなこと。あ、やってないか。うん。それで、それを飲んでるのか。ああ。もっと、親方。やりそうですもんね、私ね。やってんの？やりそうにない人がいいんですよね、本当は。は。本当は遠いところに。やってんのかな。でリールで弾くのがいいんですよね。やっぱね、それは誰なのか、ちょっと今事件が起こらないとあれなんで、事件起こしちゃったら分かりないですよね。そこ危険ドラッグな人になっちゃったの。